いいかな、こんなもんで。福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。いろいろ届きました、荷物。バンは便利だよね、この中でできる、ね、これがででー、はい、塗料です。色はあのベスパの売った時のあのなんだっけ、つや消し塗料みたいなのあるでしょ、あれです。こんな色、とりあえずグレーブルーグレーみたいな色にしてみました。少し強い色じゃないとあの上から塗るからね。本当は紺色とかもいいし水色とかもいいなって思ったんだけども、うん、こんな色、何色って言うんだろう、わかんない、うん。で、あとはこれはフラットフォーさん、教えてもらってありがとうございます。フラットフォーさんから届いてるのはワーゲンの部品だね。なんかチラシが入ってるぞ、今日気になるあ、エレクトリッククーラーキットだ、38万6000。あ、これぴったりつけれるようになってんだね。エヴァポレーター全部セット、うん、まあでも多分10万ぐらいあればできると思う。でこれはそう、後ろはね丸ごと買いました。もうシリンダー、油圧シリンダーで、こっちがフロントはシールキットを買ったのでシールを変えていきたいと思います。でマスターシリンダーはね、オーバーホールキットカップキットないんだね。なのでちょっと見てみて、丸っこ交換はちょっときついな、うん、ちょっと見てみて、できるところまでやってみて修理できるかどうかっていうところをやってみたいと思います。電動サンダーです。電動サンダーですね。これでボディを磨いていこうと思います。手でやるの大変だからね、うん。で前にね、近所のスーパーでこれ買ってきたことある、バス磨くときに買ってきたんだけど、ちょっとこの四角いやつよりこの丸くてバリバリって何だっけ、マジックテープっていうのがついてるやつの方がいいかなと思ってこっちにしました。森の目、まあ5000円ぐらいかな、うん。パワーがなんか口コミでパワーがあるよって言ったらこれを買ってみました。まあ日本製じゃないよね、350W。あ、すごい、ブラシ付属してるわ、すごいね。長く使えるんじゃん。120、いいやつ、120番、ちょっと120番でウィーンってやってみたいと思います。あそこでダックスを直してるおじさんがいますが気にしないでくださいあの人です、あの人よいしょ、ここやってみようか。めっちゃへこんでんだよね、なんでここへこんでんのかな、まあ、ぶつけたからへこんでんだよね。あ、予想より静か、しょうがないね。大変だな。楽そうなとこないかな。ここら辺はね、仕上がってんだよね。うん。こっちはひどいな。こんな感じね、見てて。
嫌になったっしょ。だいぶねトゲトゲしかったところをだいぶ平らにしましたね。だいぶ平らにしたんだよ。あんま変わってねえと思うけど、ちょっと穴がさボコボコすぎて、でこのまま塗ろうと思ったんだけど、さすがの自分でもちょっとこれはねえなと思って新しいの買ってきました。今回はヘラセットも買ってきたので、ちょっとだけもうちょっとだけ平らにしよう、こういうやつね。すごい周りのものすべてがね白くなってきた。いや何これ、曲がってるし。ゴルフボールとパチンコ玉ぐらい、ゴルフボールぐらい出したから。パチンコだもん、パチンコ行ったことないんで、こんなもんだよね。だよし、いいか、こんなもん。難しいな。何度もやるとまた穴が開くんだな。難しいね。よし、だいぶ塗りました。だいぶ塗りました。だいぶ穴を埋めました。はい、だいぶ穴埋めをしました。こっちも穴埋めをしました。まあ平らにはならないんだけど、あの微妙なボコボコボツボツ穴はちょっと塞ぎました。難しいね、こういうさ、このラインとかが上手に出せないんだよね。一回本当はさ、こう塗装を剥いたり全部板金してから一気に塗ればいいんだけど、まあまずこの変な見た目をまずなんとかしたいのと、やっぱりこの天気とかもあるので、その鉄板までやってその色剥がして錆落としてっていうのはちょっとできないんですよ。あのガレージがないからね。だから青空作業なので、一回全部塗って色ね。でじゃあ、今週はドアパネルやりましょうと。じゃあドアパネルの錆びてるところを作業してもう一回塗る。めんどくさいけどね。で、自分で最初タカラ塗料さんの艶消しの塗料を買ったので、それだと何回でも塗れるからさ、水性だから。だここやって終わってしばらくしたらまたじゃあ今度ここのパネルやりましょうかって言って、一回またパテ盛りして削って、でまた塗って、でこう順番順番にやっていけばいいかなと。でもしくはサビが出てきたところから随時直していってもいいかなと思ってます。ちょっとねなかなか本当にプロのようにはいかないんだけど、やっぱあんまり本当のピカピカを目指して最初から頑張りすぎると根負けしてしまって、こう途中で断念っていうことにもなりかねないので、やっぱ走ったり内装やったり外装やったりってやっぱ楽しみながらね作っていくのがいいんじゃないのかなと思います。パーツだってね一気に本当は買えばいいんだけど、ちょっと予算のこととかもありますので、少しずつね改善していければいいかなと思っております。はい、次の日になりました。だいたい乾いたんだよ、だから削れそうなんだけど、こっ
かね、いまいち乾いてないんだから。まだペコペコなの。硬化剤を入れる量を間違えたかもしれないな。パチンコ玉ぐらい、ゴルフボール1個に対してパチンコ玉ぐらいっていうことだったんで、パチンコ行ったことないからパチンコ玉がどのぐらいなのかわかんない。ちょっとちっちゃかったかもしれないね。これはまさにゴルフを愛する者への冒涜ですね。140でいいか。今度は手仕上げだからね。ちょっとまだボコボコで、ちょっと穴ボコだらけなんだけど、まあとりあえずこのぐらいにしよう。じゃないと一生終わらない。はい、でこれ買ってきました。錆落とし4枚組。これさあ、やったらすぐ塗装しないとダメだよね。なんか前回もこの同じことやったような気がする。赤サビ取っちゃったから、サビ転換剤を塗っておく。よいしょ。でね、ここ剥がしてみたら浮いてたとこ、中パテ入ってて、なんか FRP も入ってる。やっぱここ錆びたりとかするからあれなんだよね。作り直してんだね。っていうことはこの窓のモール取れないかもしれない。ここの窓のモールを交換するのは結構事件な気がする。ここはちょっと削ってもよかったかな。まあいいや。このゴムを交換しようかなと思ったんだけど、結構高くてさ、値段が普通の乗用車のやつとちょっと違うもんね、構造がね。ここちぎれてんだよね。ここも切れてんだよね。なんか安く手に入る方法を知ってる人いたら教えてください。なんか2万とか3万とかするのかな。いいよね。よしと、まあ、まだまだ雑なんね、全然雑なんだけど、とりあえずこれで一回色を塗ってみようかと思います。で、どうしよう。最初にバンパーやろうか、練習でね。バンパー前後外して一回白に塗って、その後ボディの方がいいよね。色塗りをしていくというやつをやっていきたいと思います。すいません、なんかね、地味な作業の連続で取れ高がないんですが、お付き合いいただけると幸いでございます。皆さんの参考に。